やあ、我がマナ弟子。いよいよハンターとして狩り場へと躍り出る日が迫っているね。君に教官として稽古をつけたこの写しもワクワクが止まらないよ。君はこのカムラの里でも指折りの強者、まさしくハンターとなるために生まれてきたと言ったらほんのわずかに過言になるかもしれないが、許容範囲といって許されるレベルのかなり優れた逸材だ。では本題に移るよ。今日いきなり君を呼び出したのは他でもない、ハンターとしての生活を始めるにあたって改めてこの里のことを勉強してもらいたいんだ。生まれ故郷のことを今更と思うかもしれないけど、これからハンターとして生活していくのなら里との関わり方が少しだけ変わってくるからね。これから先君はハンターとして里を守る立場になる。みんなの笑顔を、美しい自然を、未来へとつなぐために数々の脅威に立ち向かっていかなければならない。里長の不言堂、百竜夜行に立ち向かう要、俺たちのリーダーね。若い頃は俺や君と同じ里を守るハンターとして大活躍していたんだ。君の成長を誰よりも楽しみにしているよ。さてお次は君の家へ向かおう。ハンターは自宅での過ごし方も重要だ。狩猟の準備はここで一通りできるからしっかり整えるんだぞ。ただ気を張りすぎるのも体に毒だ。部屋の模様替えとかして気分転換するのも忘れずにね。準備完了かい？それじゃあ里に届けられたクエストを受けてみようか。今回は俺が代理でクエストを受注するからね。クエストを受けるためには里の中央、いたいた、里の受付嬢日の江さんだ。彼女を通してクエストを受注することができるぞ。日の江さんはいつもニコニコ、カムラの里の太陽のような存在だね。そしてその日の江さんの大好物がこの先で食べられる里の名物うさ団子だ。いい匂いがしてきたね。茶屋に到着だ。腹が減っては狩猟はできぬ。クエストに行く前はここでの腹ごしらえを忘れないようにね。茶屋のよもぎちゃんが作るうさ団子を食べて元気いっぱい、ほらやる気がみなぎってきただろう。よし、その勢いのままいざクエストに出発だ。さあやってきたぞ。ここは大社跡、里からもそう遠く離れていない狩場だ。その名の通り、昔はお祈りを捧げる社があった神聖な場所だったんだけど、今は朽ち果ててすっかりモンスターの巣窟さ。おっと、カッパガエル四つ見和道がいるぞ。そうそう、今回は退散した子、もう少し強くないと狩るのは難しいからね。お、おさいづち発見。よし、狩猟開始だ。討伐したモンスターとは忘れず素材を剥ぎ取っておこう。何に使うかもね。それは後で説明するよ。よくやったね。これでクエスト終了だ。無事に一仕事を終えて戻ってこれたね。ご苦労様。そうだ、さっき手に入れたモンスターの素材で新しい装備を作ってみよう。うん、その先だ。刃物を研ぐ音が聞こえてきたね。加工屋のハモンさん、ちょっと気難しい人だけど、武具を作る腕前で右に出る職人はいないよ。それじゃあさっき手に入れた素材で新しい武器や防具を作っちゃおう。うん、よく似合ってるぞ。おお、新しい装備で早速次のクエストへ。なんというやる気、素晴らしいぞ。モンスターを狩猟して手に入れた素材で強い武具を作って新しいクエストに挑む。こうして一歩ずつハンターの高みを目指していこう。そうそう、武具を加工した時に手に入る端材、これはお供の武具を作る時に使うんだ。お供の装備もバッチリ整えて狩猟でさらに活躍してもらおう。アイテムも狩猟には欠かせない存在だね。雑貨屋のカゲロウさんが体力を回復させる薬や遠距離武器の弾などいろいろなアイテムを売ってくれるから、なくなる前に買い揃えておこう。時々セールをやってるから、その日を狙ってみるのもありかもしれないぞ。次はお供広場に行ってみよう。
さあ到着だ。みんな元気にしてるかな。最初はお供雇用窓口に行ってみよう。担当の伊織くんに頼めば狩猟で頼りになるお供を紹介してくれるよ。お供の数だけ個性があるので、自分の狩猟スタイルに合ったお供を探してみよう。伊織くんに頼めば君のリクエストにぴったりのお供を見つけ出してくれるぞ。こまめに尋ねるべしだ。その隣、おお、相変わらずの威厳。彼こそアイルーの頭領、木枯らしさんだ。木枯らしさんが率いるお供隠密隊で雇用しているお供を各地の調査に派遣することができるぞ。おや、港に異国からの交易船が止まってるね。交易窓口のロンディーネさんと取引すれば珍しいアイテムが手に入るかもしれないぞ。大丈夫だ。異国の人だからと緊張する必要もない。あはん、それじゃあお次は集会所へ向かおうか。仲間と狩りに行く場合はこの集会所を利用するといい。おっと、集会所のまとめ役にご挨拶をしないとね。ギルドマネージャーの五穀様だ。カムラの里の長老で百竜夜行の調査を一任されている。君がハンターになるためにいろいろと手続きもしてくれたんだよ。仲間と一緒にクエストを受けたいときは集会所の受付嬢であるミノトさんに案内してもらおう。ミノトさんはお姉さんの日の上さんと違って少し表情が硬いけど、本当は優しくて努力家な人なんだ。まあそれは君もよく知ってるよね。ちなみにミノトさんから受けられるクエストは仲間と挑むことがおすすめの少し難しいクエストになる。だけど腕に自信があるのなら一人で挑んでも問題はないよ。俺も集会所にいるからいつでも訪ねておいで。腕試しの闘技大会も俺が受付しているからね。そして集会所の2階には準備エリアがある。武具に関するお店や様々な仕事を代理で引き受けてくれるルームサービスがいるから、極端な話、集会所にひたすら引きこもって狩猟生活を続けることだって可能だ。まあたまには外の空気を吸おうね。さて最後に紹介するのは修練場だ。14種類ある武器を好きなだけ試して思う存分練習することができるよ。狩猟の時に困らないようにしっかりと技術を身につけておこう。修練場は仲間を連れて利用することも可能だ。集会所から出発する前にみんなで行って練習するのもいいかもしれないね。よし、これで俺からの指南はおしまいだ。ハンターの道に王道はない。ひたすら買って買って狩りまくって、たくさん食べてたっぷり寝て、いっぱい笑って時々泣いて、目指せ一流のハンター。安心しろ、君ならなれる、絶対に。ではまた会おう。さらばだ。